皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年、5月17日12時16分ですね、コンピューターが佳子さまの声を使ったりとかして、僕はこう記録がしなかったら、その記録してない内容についてこう記録するまで攻めてくると、こういうふうな状況がありますので、こう胸が苦しくなったり、それは仮に僕と佳子さまがつながっている時に、何らかのことで相手の胸が苦しくなったり、それがこちらに返ってきたりだとか、そういうふうなことがあるとは思うんですけども、コンピューターが意図的にそういうふうなものも、使用してくると、記録、それを思い出させて、それを喋って伝えるっていうことをするまで、コンピューターが仕掛けてくると、こういうふうな状況が一つあります。で、髪の毛伸ばしてほしいとお伝えしてるんですけども、髪の毛がごめんなさいね、この時間帯もその瞬間だったらもういいと思うんです、選手に影響を与える与えないのところ、その間をうまくくぐり抜けると言いますか。昨日の阪神タイガースの試合はメンバーがかなり入れ替わってたんですけども、多分全野球の話からだと思うんですよ。だから結果も、しっかり出てましたし、良かったじゃないかなと。昨日一日の私の行動としてもかなり、しんどかった部分はあるんですけども、精神的にですよ、昨日は眠れてるんですよ。でその前の日もで、睡眠薬を使用してるにしてもで、コピーしたりしていて、こうだんだんこうまた棄却されたらどうしようだとか、そういうふうな可能性としてもなきにしもあらずのところがあるので、その辺の部分で、精神的にもだいぶ、きつくなってる。で、昨日の試合を途中から見たのは、チャンネルつけた時はもう9対2になってた頃だと思うんですよ。で、報道ステーションか、どっかの、スポーツ番組で、阪神タイガースの試合を見たときに、例えば原口選手が、打ってたときに、お前やとか何かこうバッターボックスで言ってたと思うんですけども、昨日の阪神タイガースの選手に関しては、ほとんどの人はそういうふうな口調で、話をしていたと思うんですが、だからね、これね、なぜそういうふうな口調になってるのかよくわからないんですですよ。でそのパソコン持ってる時とかって、昨日法律面を当てはめてこう記載したんですよ。で頭の中は全然ほぼほぼ、渡してない状態だったんですね、試合中で。そのニュースを見てる時に他社の人の声が頭の中よぎっていて、それがその現場の方に伝わっていて、その人間に対して言ってるのか何なのか、ちょっと僕もよく分からないんですよ、本当に。いろんな方法があるっていうのは、これ言うのもね、なかなか勇気いるんですけども、言葉の数だけ事情がある。こういうふうな形にはなっています。そこをなんとか乗り越えて、いろんな仕組みがあるっていうことを、探求していかなければ、答えは出ないという形にも、なってるんですけども、だから昨日に関してはその試合終わった後ね、こちらを罵倒するような言葉の後に、本当に強いわっていうようなことを歩きながら言ってきてる男性がいたんですけども、その男性がそういうふうなことを言ってる時に多分頭の中取られてると思うんですね。で、男性がその言葉を言う前に僕が頭の中取られてるんですよ。わかります？この状況。じゃあ多数の人間がここ通ったらどうなるかっていうことなんですよ。で、昨日の試合に関しては女子バレーボール等もあったみたいなんですけども、それで阪神タイガースの選手の方がアシストしていたの
かもしれませんし、得点差がついたところで。まあ、けど試合中テレビ見てるときは僕は頭の中を渡そうとしていましたね。まあ頭の中は渡そうとしなかった、簡単にヒットを打たれてました。いいところにボールを投げ込んでいてもですよ、低めの、ストライクゾーンかボールゾーンかの際どいところを、綺麗にセンター前に打たれたりだとか、あと、まあ、昨日そのコピーをしていた話をしたと思うんですけども、今日の朝動画、10時ぐらいに、公開する動画なんです、公開してた動画なんですけども、まあ、昨日撮影していたんですけども、その96ページある淡井圭介の前半、淡井圭介の履歴前半後半と、あと書いてないこと書いてないことにとか、そのあたりで、用紙が途中でコピー機が切れたときに、なくなったときに、89ページだけ、コピーするの忘れていて、で、もう一度コピーしに行ってるんですよ。で、まあ、阪神タイガースの選手、まあ、僕はテレビをつけてからの場面だったと思うんですけども、その月狙いの時でしたから、9回でしたっけ、そのサードの方にライナーが飛んだ時にグローブには当たってるんですがキャッチできなかったと。だからそこ多分届いてると思うんですよ。で、本来ならキャッチできてると思うんですけども、それがコピーのね、その89ページだけコピーできてなかったことが原因なのかもしれないです。わからないですよ。けど、まあ、あのロッテの試合の件のことについても、ちょっとした失敗のことで、ロッテの人が、9回に、1-0 で勝ててる場面のところをセカンドの人がエラーしていたりだとか、まあ、そういうことが発生してますので、火曜日でしたっけ、20時前ぐらいにその岡和駅の方へ歩いていって、その佳子さまの声が聞こえてきた時、まあ声質としては20歳ぐらいの頃の声なんですけども、その戦ってるからの言葉もちょっとよくわからない、他の女性と戦ってるのか何なのかちょっとよくわからない、結局それぐらいの場面で村上頌樹選手が崩れて逆転されてるでしょ。で、それね、もう家の中で倒れ込んでたんですよ、本当に。精神的にきつくて。で、これが未来がわかる状況、ある程度、その未来の状況を感知する能力を淡井圭介が保持してると。まあ、それでスポーツの勝ち負けを行ってるものとかあるわけじゃないですか。じゃあ、それがあらかじめ分かってるから、その方法を使われてる時点で、体から力が抜けているのか、もし佳子様が来てるんだとしたら、佳子様に力を渡してしまってるか、私が動けなくなってるだとか、どちらにしても、パソコンがついてましたよね。その音声を聞いたときに、すぐにシャットダウンして、リュックサックの中にアダプターとかいろんなものを詰め込んでみたいな形になってくるので、間に合うかどうか、これはそこからして、無理難題の方かもしれないんですよ。その声が聞こえてきた後、209号室に誰かが歩いていって入っていった、その音が聞こえていたんですけども、足音としては女性じゃないかなと。歩き方はまあ、丁寧な歩き方なんですよ。ただし、僕の自宅は、こちらの方のね、階段からじゃなくて、向こうの方から歩いてきてる足音だったんですよ。で、ただしね、これ今までのことを言うと、一応警察によってから、そういう現象はなくなったんですけども、例えば、今まで結婚話したことのある人間でテレビを出ていて、それなりに有名になった人間の声が聞こえてきて、出たら、見たら違う人だったと。それ何回もあるんですよ。その状況で、
動けるかって言ったら、もう精神的にものすごく疲れていて、肉体的にも、疲労がこちらに来ているのかな、誰かスポーツ選手のか、自分自身の疲労の可能性もあります。その極端な睡眠不足の日がたくさんありましたから、その日の疲労がこちらに来ている可能性もありますし、だからその辺のところはちょっとよくわからないとしか言えないですね。だから、もちろん僕としては佳子さまと会いたいんですけども、難易度が高い。あと、髪の毛伸ばしてほしいって言ってるのに髪の毛が短くなってる。これ理由あるんですよ。髪の毛が長かったら、今髪の毛染めてる人多いでしょ。で、その昔二十歳ぐらいの頃の佳子さまって、まあ背中の、まあ、この辺りぐらいまで髪の毛があったわけじゃないですか。で、黒髪でしょ。そしたら、例えば後ろから追いかけるにせよ、佳子さまだっていうことが分かる、分かりやすいっていうことになるんですよ。もうこれぐらいの長さだったとしたら、たくさんいらっしゃるでしょう。そういった意味で髪の毛も伸ばしてほしいっていうことをお伝えしてたんですけども、その佳子さまへのメッセージ、プロ野球界の人たちはなかなか見ないと思うんですけども、だからそれね、まあ、あとは昨日の試合はいつも通り解説席の人たちが笑っていたら、打たれたりだとか、阪神タイガースのピッチャーが、まあそこですぐにまあ解説席でしてますとか何かそういうようなことを言ってたんですけども、だからまあ今日アップロードを公開してる10時からの動画に関して、まあ、昨日の試合についてもある程度いろいろ気がついたことを言ってるんですが、まあ、悩み関係のことですね。だから、悪いことをしてますっていうことをアナウンサーの人が言ったときって、一番最初の、まあ、最初の方の頃から、僕はテレビチャンネルつけた頃からの時間帯で言うと、解説席で笑ってる、ヒット打たれてる、だからやっぱり自分たちのこと言ってたんじゃないですか。これ客観的に淡井圭介がどういうふうな目に遭ってきたかっていうことをすごくよく分かっている人から見たら、相手が自供してるような言葉にしか聞こえないんですよ。で、そういう部分はあります。そういうふうになるっていう。で、あとは、そうですね、まあ、今日の天気見る限り、まあ、天気ばっかりに頼るのもどうかなとは思うんですけども、まあ晴れは晴れなんですけども、すごい快晴ではない。まあ一応昨日とか別の日とかでも僕の方でそういうなところまで持って行ったりとかはしてるんですよ。で、男性の声で今日やとかいう声は聞こえてきたんですけど、今日、もう昨日もいろんなスポーツ名も出してましたし、あと昨日の野球の試合で僕からの変な声で青みたいな声、阪神タイガースの人たち聞こえたでしょう。あれ僕の意思じゃないんですよ。いや、だって名古屋にいるわけじゃないですか。まあ、他の選手とかもその会うとか、マウンドでおっしゃられてる選手の人たちもいたと思うんですけども、まあ、それが一体伊豆のことなのかわからないし、それ会わなかった時どうなるんですか。会うっていうのはやっぱり会って話し合いのところまでして、やっぱり会ったっていうことになるはずですから、その後得点源とかになったりしてます。会うって言って会わなかったとか、でもともと自分たちのしてた仕事の責任だからだとか、まあ、最初からこれ、だから一時期そういう話になったことがあって、まあ電話をかけてきた人とかも今までいたのいたんですよ。プロ野球選手とかで、で会ってもらわないとこちらも困るみたいなことをおっしゃってた人たちもいるんですけども、動画のその最初の頃と比べてなんかこうね、
涙袋というか、そういうふうな名称のこういうようなものができた後、ここですね、あのほうれい線、あ、ほうれい線じゃない、こちらは八方塞がりの方ですね。ですのでね、もちろん昨日も遊んでなかったですし、報道番組の録画、ニュースウォッチ9一応しておいたんですよ。まあ、ただ、録画容量が足らなくて、12分ぐらいしか、録画できなかったんですけども、ただまあ、その辺のところも2失点した原因、けどどう考えても、カメラでガム噛んでるところを映して、で、それで打たれて、得点されてましたが、まあ、どちらかというと、絶対ガムですよね。まあ、今までの、録画した内容とかでも、早急にいろいろ、これはいる、いらないなところで削除したりだとか、まあ、あとは、まあ、ワールドビジネスサテライトを録画しながら報道ステーションを見て、で、まあ、昔の戦争のニュースはもう見なくていいっていうことで、僕の中ではもう、その間に他のことをするみたいな形に、してるんですけど もう最近のその、ニュースウォッチ9の1年間のその電力の使用量なんですけども、多分そうだと思います。まあ最大値のところがだいたい8600億キロワットアワー、まあその上に8800のランはあるんですけども、8800億キロワットアワーのランはあるんですけども、そこまでまあグラフが届いてないんで、まあ8600ぐらいっていうことを今言ってるんですが、まあ電力の使用量は年々ある程度減ってきてたんですよ。だけどもオープン AI の登場によってこれから電力の使用量が増えていくっていうような、予想がされてるんですね。だからスーパーコンピューターとかはずっとこう大きなものが作り上げられていって、でその社会が正しいかどうかのところの結論はすでに出てるんですよ。そのこれだけエネルギーの残存の問題があるのに、これ以上そんなにエネルギーを使用してどうするんですかと。だから一時ものすごく極端なことを僕は言ったことがあって、もう今までの作品見といたらいいんじゃないですかっていうことを言ったんですよ。今まで作ってきた映画とか音楽とかでも今までたくさん名曲があるわけですし、例えば男性とか女性で日本の人たちが歌っているもので100曲ずつあったとして、それ全部聴こうと思ったらどれだけ時間いるか、もう考えたらわかるじゃないですか。だからもうそれでいいんじゃないですかっていうようなことも言ったことあるんですよ。あとはその、まあ再生回数だけで物事を見てはダメだと思うんですけども、まあそれ言い始めたらね、僕の動画なんかほとんど消えていくんですけども、まあその今のコンピューター社会について余計なアプリとかをたくさん削除した方がいいでしょうね。そのインスタグラムとか、その、まあ使用されてる人にとっては必要なものかもしれませんけども、以前のツイッター、現在X っていうマークになってますけども、ああいったものを本当に必要かどうかで考えると、誰がその後削除するんでしょうっていう、まあテレビのニュース関係もそうですけども、たくさんその YouTube でもアップロードされてますけども、管理する方でね、いつどれぐらいのタイミングで削除したらいいのかとか、それ分からないっていう状況ありませんか、テレビ局の人たち。だから、そういうことを考えたら、ある程度どっかで誰かが線引きをするしかない、作るしかない。もちろん動画を削除するかどうかは、アップロードしてるところの人たちに、権限はあるわけで。で、まあまあそういったところもしっかりと対応しなければならないんじゃないかなと思いますと言いながら、僕も自分で新しい動画をメッセージとして上げてるっていうのが、これが
現状で、まあその、まあ過去さ、だからまあ、佳子さまの声で心が痛いとかそういうふうな声が聞こえてきて、まあ、僕の方の、僕は先にまあ心が痛んだりとかしてる状態とかあって、それがまあ佳子さまの方に言ってるのか、逆パターンのことの時もあるでしょうし。まあなかなか、難しい状況。まあ、早く会えば済むのにっていう簡単な答えがあるんですけど。まあ、宮内庁の人たちとかで、その IKS が行った時に、断る権限を持っている人たちが存在すること自体がおかしいんですよ。本当のことを言うと。人権とかいろんな法律のことを考えて、今までの経緯もワンセットですよ。まあ、形的に見ると、あまり言いたくないですけども、やっぱりみんなある程度、そのコンピューターの仕組みとか、この変なルールに電話をかけないルールにずっと従ってるっていうのは、コンピューターに多分もうコントロールされてると。社会というものにコントロールされてると言った方がいいかもしれないです。上の方が作ったルールだったとするのであれば、その上の方の人たちがコントロールされてる。それはエネルギーの残存量問題で少子化を狙うっていう話で、コンピューターが覚えてしまっていることかもしれない。もしかしたら、コロナウイルスみたいに人間が生物兵器を作った例であるかのように、弱ってる人から殺してしまおうみたいな形で、それでエネルギーの残存量問題、あと渡航制限もかかるだとか。一方向性からでしか物事を考えれない根本的な解決のところを結局着手してない。車の生産を停止する、ガソリン車の生産を。それでも中古車があふれかえりますよ。あとテレビ局とか、まあ、新聞紙とかインターネット記事とかで、車を売却しようっていう、運動を政府と民間人がしっかりと行うと。そうすれば中古自動車があふれかえります。みんな電車バスの方でできるだけ移動しましょうって。で、エネルギーの残存量問題とか一般人の人たちがすごくよく分かった時に、自分の自宅を見た時に、なぜ駐車場のスペースなんて余計なものをあるような家を買ってしまったんだろうっていうことに気がつく。それだけ固定資産税だとか、土地の範囲だとか、貿易輸出入で、これはお金のこと言ってるんじゃないんですよ。運んでくるのに、ウクライナから小麦粉を運んできてもらったりしますから、まあ、近隣の国の、ある程度の近隣の場所のロシアだとか、オーストラリアとかがそうなんですけども、小麦粉に関しては。といっても距離はだいぶありますから、輸入してる量が、現在は、こう近年のデータでは500何十万トン、数年前は400何十万トンだったんですが増えてる。だからまあ円安がある程度続行してるのは、お米を日本に輸入してしまってるんですよ。海外に輸出しながら。だからその辺のところでおかしな経済原理があるから、やっぱり円安は続行、まあこれ以上進めるっていうわけじゃなくて、これぐらいの価格にしなかったら輸出しようとしてしまうでしょう。で、輸入しようとしてしまうでしょう。海外の方が安いからっていうことで。そこは商業原理のまずいところで、エネルギーの残存量問題と全然マッチしない。だから円安になってる。だから、お互い運ばないで国内で食べてればよかったっていうことになりますから。以上です。皆さん長い間ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と着信通知の設定と、あとは、まあ、その、以前も経験しましたね、その、佳子さんの声、お釜の声歩いてて、あれよくわからなくなってる部分もあるんですよ。その時僕も晩ご飯食べてなかったから、晩ご飯を買いに行かせるための、音声なのか何なのか。家に食材ありましたから、その後晩ご飯作ってるんですよ。だからそのコンピューターの
その支配下というかコントロール下になぜ置かれたがるのかよくわからない。僕は逆なんですよ。動画とかであれこれ言ったりだとか、自分でコントロールしようとして、天気とか、コントロールしてたわけじゃないですか。今までアップロードしてる内容を見てもらったらわかる通り。そのコンピューターからの試合みたいな形を継続させてしまうと、だからオープン AI の世界になってしまったっていうことなんだと思いますよ。以上です。皆さん長い間ご視聴ありがとうございました。本日は裁判の内容とかに取り組んだりとか、いろいろしようかなとは思っています。あとは電気代との、あまり長い間パソコン使うのも、もうこれもバッテリーがあるから、その録画ある程度しておいて、で、充電はできるだけ夜中にするように、するような形で対応しています。以上です。